それでは YouTube デイズ動画編始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。拍手してくれました。まずこの企画なんですが、インスタや、ウェブサイトで、ベルディで連載しています、選手のアカデミー時代を写真とそしてエピソードで振り返ろうという企画があるんですね。でその動画編を今回はお届けしていきたいなと思っています。ということで参加者の皆さんご紹介しましょう。とんでもないね。とんでもないね。できないよ。じゃあということで、では次の VTR いきましょう。次は村杉コーチの登場です。ニュースのコーチをしています。どうぞ。こんにちは。村杉と言います。今ユースのコーチをやらせていただいてて、自分はアカデミーに小5の終わりぐらいから、高校3年生まで在籍してました。で、川野選手の1個上の代になります。川野選手、チビが、1個下なんで、そのチビについてちょっと考えてきたんですけど、ユースから、こっちに移ってきて、本当最初はもう今みたいに筋肉もついてなかったんで、もうめちゃくちゃちっちゃくて、でもうすぐチビっていうあだ名がつきました。で、その当時の性格はもう本当に生意気で、そこも悪かったんで、僕らの代のしっかりしてるやつを、監督が任命して、教育係に任命して、でもう付きっきりで指導してましたね。であと遠征とか行った時は結構なんか監督に一発芸とか僕らやらされてて、なんかこう朝食の前にやって、本当になんか受けないと食べれないみたいな感じだったんで、なんか夜とか一緒に練習したりしてやってましたね。でチビがやってたのはビートたけしをやってたのを覚えてます。敬語とかは、ユースの3年間で、使ったことないんじゃないかなっていうふうに思いますね。使われた記憶ないですね。とんでもないね。そうですね、ダスクラブハウスで会ってた。そうですね。なんて呼ばれるんですか。おい村っつってっていう感じですね。もうみんな坊主だったんですけど、で、朝とか集合時間とかに遅刻して、僕もしたことあるんですけど、で、当然坊主ってなるんですけど、もうすでに坊主で、でもだからそれがさらに坊主みたいな、そういうような感じで、もうそれがずっと続いていく感じで、だからもう2センチぐらいいっちゃったらもう結構ロン毛とか言われてたんで、だからそうですね、だからもうみんな五輪になっちゃって、もう短くできませんっつって、そういうような感じでした。これ以上短くできませんっつって、そういうような感じ。そうですね、本当に応援というか活躍してくれたらすごい嬉しいし、あと、しかも一緒にやってるんで、本当に頑張ってほしいなっていうのと、あと、これから、アカデミーの選手がトップ昇格したり、練習とか参加していくと思うので、本当にそういう子たちを、可愛がってほしいなっていう。俺
俺ばっかじゃん。何これ。いや、俺ばっかじゃなくて、俺しかなかった。すごい言われようなって。で、川野選手のね、1個上ってことで、川野選手の話が多かったんですが、まず川野選手、紫コーチは1個上。はい。先輩ですよね。先輩です。おい、村って呼んでるんですか。そうですね。今もそうですね。今思えば。まあ言われてちょっと今反省してます。いや。でそんな紫コーチのちょっと話、まずもう生意気でそこ悪かったって言われてましたよね。そうですね、教育係がついてましたね。え、具体的に何、どんな感じなんですか。教育学先輩が誰かってこと。教育係は先輩、あ、先輩が教育係で、ちゃんと教育しないといけないですよ。連帯責任になるから、俺が何かしたらその教育係も一緒に、だから本当厳しく来るんですよ。だから本当に怒られましたもんね。え、何をしたら怒られるんですか。どういうのを止められるんですか。どういうの。いやもう本当にね、悪すぎて言えないっす。言えないっす。言えない。言えない。言えない。え、それ、はい、平選手、そう言えない感じなんですか、やっぱり。いや多分言えないこといっぱいしてるんでしょうね。そんな怒られる選手いないですよ。高校生で監督からもね、厳しくされてました、一番。やっぱり、だからやんちゃ、めちゃめちゃやんちゃだったってことなんですね。で、一発芸の練習してた。まあみんなやってましたね。だいたいそこは通らなきゃいけないところなんで。ってことは、だから平選手もあるし、高橋翔平選手もあるってこと。平はよくやるし。俺ないな。翔平ないか。俺多分ほぼほぼなかった気がする。平が一番あるかな。人選んでますよ。え、そうだね。なあ、よく回ってくるもんね。よく回ってきました。1年の頃からやってました。もう忘れましたけどね。何やったか全く忘れましたけど。じゃあね、まあ、どうしてもやっぱちょっと聞いちゃったんで、ビートたけしってまず言ってましたね。でもあの状況じゃなきゃやんないっすよ。あれはもうやんなきゃいけないから。いただきますの状況ですもんね。そう、いただきますよ、ご飯食べれないから。そう、やんないの。やるしかないんだから。できないのに。もうできないですよ。そんなん求めてるけど。もう30だから勘弁してよ。軽めとかもダメ。ダメダメ、もう追い込まれなきゃできないから。じゃあ川野くんがやるなら平くんがやります。やんない。家族いるから。ビートたけしできないよ。やってきたよ、だから。それは川野選手、平選手ならやってくれるんですか。いやもうみんな30です。30歳。もうね、痛いでしょ。俺もね、やれとか言うのもうなくなっちゃったから。昔じゃないから、もう俺も優しくなってるから。もう30歳やれよって言えないよ。一回過去には戻りたくないんすよ。忘れたい。忘れたい過去もあるんですよ、俺らにも。なるほどね。さすがに十数年時を経るとなかなかできないですよね。諦めます。で、さっきの、まあ、坊主の話ずっと出てましたけど、2センチだったらロン毛だって言われるって言ってましたよね。そう、3人ともですか。3人ともやっぱり坊主の経験はもちろんあるんですか。あります。なんかあんま翔平選手の坊主とか平選手の坊主あんま想像つかないですけど。いや、なんか俺、あれですよ、1年の時に、まあ、川野くんたちの年代が3年じゃないですか。一回こう
川野くんじゃないんですけど、そこの年代の先輩にあのシャワー入ってて、練習終わったらみんなシャワー浴びるじゃないですか。シャワー浴びてる間にこうやっぱこうシャンプーってこうやってあるでしょ。で水かかるでしょ。前見えないじゃないですか。この間に後ろからバリカンで行かれたことありますか。え、それどういう意味で、なんかのバツとかじゃなくて、なんか多分そういうのもそのボトルの水がたあの入ってないとか、ボトルの本数が足んない、ボールが1個足んないとか、空気が甘いとかで、そうね、知らず知らずあのこう後ろからもう来ちゃうっていうか。でもここだけ剃ったら今度帰るのみんな電車なんですよ。だからここだけ剃ったまま帰れないじゃないですか。ってことはもうやるしかないんですよ、もう全部。結局その場で全部。それやっぱ悲しいんですか、悲しかったんですか。切りたくても切れられないし、うん、もうやっぱもう絶対なんで、そこはそんなに上下関係厳しいんですね。いや俺だけ、俺じゃないです、俺だけじゃなくて、あの1年は基本1年生はみんな坊主ですよ。そうなんだ。あと人によりますね、人によります。ごめんなさい、サイマ選手も坊主になったんですか。ありますよ、もう1年生の時ずっと坊主でしたよ。それ先輩にやられて、サイマ選手も。そうですね、仕事ができないとやっぱり1年生の仕事ってあるじゃないですか。だからボトルとかもビブスとかも管理するの1年生だったんで、だからそれが管理できてないと、もうお前ら坊主なみたいな、でどうするみたいな話すんですよ、うん、それはやるか やんないかじゃなくて何ミリにするかっていう相談なんですもうやることはもう決まるんで、そういう相談ばっかりしましたね。どうする 3? とか言って、いや6でいいっしょとか言って、そういうミリやるかやらないかはじゃなくて何ミリか、絶対それから1センチ以上だったらちょっと嬉しいってこと。いや1センチ以上だと長くねってなるんで、ダメダメ、絶対ダメ、まず6で怪しいよね。 6怪しい、 OK 出ないかなって。3でやっとかな。そう、1回 1.2 とかで試した人いるんですけどまあ無理ですよね。だからもう2度手間なんで。そうだね、もう3か6ですね。2度手間なの。3か6のどうするっていうその相談はしてましたね。いや本当にでも伝統なんですね。今のユースの選手はそんなことないんですよね、きっと。今ないですね。今髪長いっすもん、みんなチャラチャラしてますよね。いやいや、あの時代に行ってほしかったわ、一回は。前髪が邪魔そうですよ本当になるほどね。紫コーチから川野選手、まあ、ユースアカデミーの選手が上がった時は可愛がってほしいっていう話もありましたね。そのおつもりですか。そうですね、まあ可愛いですからね、今の子たちは。で、僕も可愛がってもらってたんで、可愛がりますよ、これからは。ありがとうございます。はい。